とにかくカロリー制限をすればいいと思って、めちゃめちゃカロリー制限がしすぎてしまって、全然食べてないのに痩せないってなってたりとか、糖質を制限して代謝が落ちてしまってるとか、自律神経のバランスが崩れてしまって体脂肪が分解されないとか、ま、いろいろ問題があるわけです。ダイエットに苦しむのは、もう、やめましょう。富永です。今日は、 体脂肪だけを狙って落とす食事法について解説しますダイエットのためにと色々と方法を探していませんか実は体脂肪だけを狙って確実に落とす食事方法というものがあります ダイエット指導者として活動する中で体脂肪を落とす目的のお客さんに実践してもらっている体脂肪だけを狙って落とす食事方法というものを今日は紹介します本日の内容は次の4つです1つ目体脂肪を落とす食事方法の基本2つ目よくあるダイエットの食事の問題点3つ目 体体脂脂肪肪をを確実実にに落落ととすすす食食事のの践法4つ目体脂肪を落とすために取り入れやすい食材の紹介最初にですね、今日の話の結論として、体脂肪を落とす食事方法っていうのを一言で表します。今日の内容はこれを深掘りしていくと思ってください。それは何かっていうと、体脂肪で補えるカロリー制限です。この 体脂肪で補えるっていうところがポイントになりますこのままですね体脂肪だけ狙って落とす食事法の基本パート1にですね入っていきたいと思うんですが体脂肪だけ確実に落とす食事法の基本は主にポイントが4つあります1つ目がアンダーカロリーです2つ目が適切なカロリー制限3つ目が代謝が落ちないそして4つ目が体脂肪が正常に分解されるこの4つをですね守ることが大事になります体脂肪が落ちるっていうのはですねまずこのアンダー カロリーっていうのが大事になってきますアンダーカロリーって何かっていうといつもお話ししてますけど摂取カロリーが消費カロリーを下回るという状態ですね。 これがアンダーカロリーになります。取ったエネルギーでは補えないぐらい消費している。その分を、足りない分を体脂肪を分解することで補うことで痩せるわけですね。これが基本的なダイエットになります。なので、例えば、摂取カロリーが1 8 0 0キロカロリーだとしますよね。この時に、1日2 0 0 0キロカロリー消費していたとします。そしたら、1日生きていくために2 0 0キロカロリー足りませんよね。これががががででですね例えば車車ガソリン足足りりなないいととかかスマホで充電が足りないとかだったら車が止まるスマホが 消えるっていうので対応できるんですけど人間の体は足りなかったらどっかで補わないといけないですね途中でいきなりこう動けなくなるとかほとんどないわけじゃないですかその時に何が起こるかっていうと体脂肪を分解することによってここを補うわけですこうすることによって体脂肪が分解されて痩せるし1日生活できていけるっていうことなんですね簡単に言うとやっぱり食べ過ぎてる人摂取カロリーが多い人はまずは消費しているよりも 摂取を下げないといけないいとけこのアンダーカロリーっていうのが大事になってくるんですけど簡単に言うと脂質を制限したりとかですね脂質っていうのはカロリーが多いので脂質を制限してカロリーを抑えたりとかお腹いっぱい食べるとカロリー計算をしてなくてもカロリーオーバーになってしまう可能性が高いので腹8分目だったりとかあとは糖質やたんぱく質食物繊維など食欲を安定させる栄養素を適度に取らないといけないので最適な栄養バランスこの最適な栄養バランス後からですね詳しいお話はしますけど例えば糖質量が 少ないタンパク質量が少ない食物繊維量が少ないってなってくると脂質を制限しようカロリーを抑えよう腹八分目で抑えようとしても食欲が乱れて食べ過ぎてしまうわけですねだから自分がどうにか抑えようと思っていてもカロリーがオーバーしてしまうっていうことになるんですなのでまず大事なのはこの最適な栄養バランスをしっかりと取って食欲が安定した状態で脂質ってのをとり過ぎてしまいがちなので脂質を抑えてそして食べ過ぎないように腹八分目をしてアンダーカロリーを作っていくっていうことがポイントになってきますじゃあこれを見た時 にできる限り摂取カロリーを抑えていけば この体脂肪のところがどん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 分解されて痩せていくんじゃないかって思いましたよね実はですねそこに落とし穴があってこれが2番目になるんですけど適切なカロリー制限をしていかないといけないですよっていう話です例えばじゃ1800キロカロリーじゃなくてもう痩せたいから1200キロカロリーにすると消費カロリーは2000キロカロリーですよとした時にじゃあ体脂肪で足りない分の800キロカロリーが補われるかっていうお話なんですね体脂肪は確かに分解されると思います ただし残念ながらですね、体脂肪で8 0 0キロカロリーも1日作れるほどカロリーって補えないんですね。だから、例えばここでじゃあ2 0 0キロカロリーのままだとしますよ。そしたら残り6 0 0キロカロリー足りませんよね。この時に何が起こるかっていうと、代謝の低下。 っていうのが起こるんですねこれによって6 0 0キロカロリーを補ってバランスを保とうとするわけですだからカロリーっていうのは抑えれば抑えるだけいいっていうものではなくてここに書いてある体脂肪で補えるぐらいのカロリー制限をしないと代謝が下がってしまったりよく言われる筋肉が落ちてしまったりするわけですねじゃあこの最適なカロリー制限ってどれぐらいかっていうと後からお話ししますけど体重を維維持持してていいいる維持カロリーのの10%ぐらいの制限だだと思ってくださいこれまた後からお話ししますけどここではですねとにかくカロリー制限 をしすぎたらこのような会社の低下が起こって痩せなくなってしまうっていうところですね制限すれば制限するほど痩せるもんじゃないっていうことを理解しておいてもらえていいかなと思いますそして3つ目代謝が落ちないですね この代謝が落ちないっていうのはさっき言ったカロリー制限のしすぎっていうのも一つ当てはまるんですけど実はですね食事の中ではもう一つ重要なものがあってそれは何かっていうと糖質の摂取なんですねカロリーを十分とっていても糖質制限をして糖質が少なすぎると代謝を司っている甲状腺機能っていうのが下がってしまって代謝が下がってしまいますなので糖質を制限すると最初っていうのはです、ね、水分が抜けたりとかどん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 体重は落ちていくんですけど最終的にはですね代謝が落ちてててしまっっ体脂肪の分解っていうの 起こりにくくなりますなので例えばですけど摂取カロリーが1800キロカロリーで消費カロリーが計算して2000キロカロリーだとしますよねけど実は糖質制限を長くしていたせいで目に見えないこう代謝の低下が起こっていたとしかも200キロカロリーぐらい起こっていたら糖質を取って同じ状況である人は体脂肪の分解が起こってるんですけど糖質を取らずに代謝が200キロカロリー落ちてしまって摂取が1800で計算上の消費が2000キロカロリーの人は ここここのの体脂肪の分解が起こらなないいいっていうことになっててうとにしまいますよねだから表面上は同じ計算で生活しているのに体重が落ちないっていう状況になってしまうんです特にですねこの消費カロリーの計算っていうのは体の中で起こっていること正確に反映されてないですよねほとんどが年齢と体重性別身長このあたりから予測した消費カロリーあとは活動量ですね それによって出てきて出きると思います糖質を取ってないから中で甲状腺ホルモンが働いてないから代謝が下がっているとかそういうふうな細かいところっていうのはもうほぼ反映されてないんですだから表面上の計算とは合わなくなってくるっていうところですね。 ななので糖質制限をしてししてててててままっっっっるるとと代謝が下がが下体脂肪が落ちにくくうところですそしてて最後体脂肪が分解されるってところですねここは何かっていうと今当たり前のごとく体脂肪分解されますよって書いてるじゃないですかカロリーが足りなかったら体脂肪が分解されるってイメージが湧いてると思うんですけど実はですね体脂肪が分解されるためには条件が必要なんですね特に分かりやすいのはですね自律神経自律神経の中でも交感神経の働きっていうのが必須になってきますなので消費カロリーよりも摂取カロリーが少ない なくてよしじゃあ体脂肪の分解で補おうってなった時にこの交感神経がうまく働いてないと体脂肪が分解されないのでその分だけ じゃあなんでで補われるかっっててううと代謝が下が下しまうわけですねだから例えばですけどじゃあアンダーカロリーですよとあんまりカロリー制限しすぎてなくて本来であれば体脂肪で分解できるぐらいのカロリー制限ですよ糖質も取ってるからそんなに代謝の低下起こってませんよって言っても最後交感神経が働かないと結局カロリーが足りなくなるのでどこで補われるかっていうと筋肉がが分解されたたりりとか代謝が下がったりして補われるわけですねここはですねさっきも言ったように自律神経の働きっていうところなんですけど食事で言うと朝食をとってるかどう かっってていうところが1つ入ってきますす他にもですね食事ではないんですけど睡眠とかストレスあとは運動ですねこの辺によって自律神経のバランスが崩れてしまっている特にこの交感神経の働きが弱くなってしまっている場合っていうのはなててくくなっっしまっていまいすなのですっごい当たり前のことなんですけど結構ここまでで考えてててやっっる人いいないですよね例えばそもそも食べ過ぎてしまっているのになんか筋トレして体脂肪を落とそうとしたりとかあとはとにかくカロリー制限をすればいいと思ってめちゃめちゃカロリー制限しすぎ ててしまっ全然食べてないのに痩せないってなってたりとか糖質を制限して代謝が落ちてしまってるとか自律神経のバランスが崩れてしまって体脂肪が分解されないとかいろいろ問題があるわけですなので体脂肪が落ちないと思った時にはまずはこの4つのどこに問題があるのかっていうのを考えていくことが大切になりますでは次にですねこれらを踏まえた上でよくあるですねダイエット中の食事方法での問題点っていうのを挙げていきたいと思います ダイエット中ですね、痩せたいと思ってやってる食事法の中で、いやこれやってるから実は体脂肪が落ちないんだよっていう問題点をピックアップして紹介します。まず一つ目がカロリーを無視しているですね。これは当たり前ですよね。さっきも言ったように体脂肪が分解される大前提っていうのはカロリーを抑えるってことなんです。あの正確にカロリーを計算しなさいっていことではないですよ。例えばよく言われるのは糖質制限ですね。もうカロリーはいくら取ってもいいから糖質さえ制限すれば体重は落ちるんだよっていうものですね。冷静に考えてもらいたいんですけど、カロリーオーバーしてるのにじゃどこ 体脂肪が分解されるのかって話なんですよ食事からとってるカロリーだけで余ってるのにわわざわざ体の体の脂肪を分解すすると思いますか糖質制限の人は血糖値さえ上がらなければインスリンさえ分泌されなければって言いますけど仮にインスリンが分泌されないとしてもカロリーが余ってたら体脂肪を使う理由がないですよねだから糖質制限を代表としたらですね何かこう特定の栄養素を取ったりとかサプリとかも同じですよね体脂肪燃焼のサプリを取れば体脂肪が落ちるって思ってる人もいるかもしれませんけどどう考えてもアンダーカロリーにな ならないと体脂肪は分解されませんこれはですねインスリンとかサプリが全く関係してないっていうことを言ってるわけじゃないですよあくまでアンダーカロリーになった状態でインスリンが作用しているサプリが作用しているかどうかっていうところっていう話ですそして2つ目糖質の減らしすぎこれもさっきお話ししましたよねカロリーを十分にとっていても糖質が少なくなってしまうと 向上性ホルモンっていうのが働きが悪くなってしまって代謝が下がってしまいます代謝が下がると当たり前ですけど体脂肪の分解っていうのは起こらないのでこれは同じように糖質制限をしてしまっている人っていうのは具体的な糖質量に関してはですね後から量をあの計算してお話しするんですけど、まあ、言ってですね1日糖質120からら取っっっってててないいいい人はちょととと危険だ思思もます1日の糖質が 100g 未満だとそれはもうかなり代謝が落ちてる可能性が高い と考えてください。そして3つ目タンパク質と食物繊維不足結構ですね食事のことを考えている人の中でもこのタンパク質と食物繊維が不足してしまっている人って多いんですよねタンパク質と食物繊維が不足すると何が問題かっていうと食欲が乱れて食べ過ぎてしまうんですねでタンパク質っていうのは腸の中ですねコレシストキニンっていう食欲を抑えるホルモンっていうのを作ってくれるんですねだから一食の食事の中でタンパク質が不足すると腹持ちが悪くなってすぐお腹空すいて食べ過ぎてしまうことにつながりますで食物繊維っていうのも胃の 満腹感を作ってくれるることにつながるので食物繊維が不足した食事っていうのは満腹感が得られずに何か物足りないもっと食べようってなったりとか腹持ちが悪くなったりしてしまうわけですねなのでこのタンパク質と食物繊維不足の食事っていうのは結果的にカロリーオーバーを招いてしまうってことですタンパク質と食物繊維に関してもどれぐらい取ればいいのかっていうのは次の実践法のところでお話しますそして4つ目血食ですねまあいわゆるそのファスティングって呼ばれるものです、まあ、特にね16時間断食とかが流行って朝食をとってないってい人多いんですけど結食は良くないですなんで 血色が良くないかっていうところなんですけど血色っていうのは血糖値の乱れっていうのを招く可能性が出てくるんですね例えば朝食糖分取らなかったらその分ですね低血糖血糖値が下がってしまう可能性が出てきます低血糖になってしまうと何が起こるかっていうと体はエネルギー不足になるので結局食欲が乱れて血色した以上に食べ過ぎてしまったりするんですねあとはさっきお話ししたように朝食っていうのは自律神経交感神経のスイッチを入れるためにものすごく重要になってくるんですけど血色をすることによって交感神経の働きが悪い な,くなってしまうと体脂肪の分解っていうのが起こりにく,くなるんですねなのでこの16時間断食をやると血糖値の問題で食欲が乱れてしまったりとかあとは代謝ですね体脂肪の分解あとは自律神経の問題体脂肪の分解が起こりにくくなったりするっていうところですそして最後5つ目カロリーの減らしすぎもうこれはいいですよねさっき説明したもので体脂肪の分解で補えないようなカロリー制限っていうのは結局代謝の低下を招くことによってそれで補われるので体脂肪っていうのが落ちにくくなってしまいますよっていう話です。 すても最初の方っていうのは体脂肪の分解が起こるので体重っていうのは落ちていくんですけどその背景で見えないところで代謝がどん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 下がっていってしまうんですねだから結局最後は食べてないのに全く痩せないなんて状態になってしまうんですもしくは体が正常ななな反応ををを起こして食欲を刺激して過食になってて食食欲刺激過にっ足りない分を補うとするわけですねそしてもう一つ注意してほしいのはカロリー制限プラス運動ですカロリーもある程度制限しているけど運動でも3 0 0キロカロリー4 0 0カロリー5 0 0キロカロリー1に消費しているってなると当たり前ですけど食事制限がそこまでひどくなくても カロリー不足ってのは免かれますよねだから運動を毎日やってるって人はここにもちょっと注意してほしいなと思っていますなのでダイエットのためにやってる食事法の中で例えばある特定のまあここで言う糖質ですね栄養素を制限したらカロリーを無視していいんですよって食事をしてたりとか、まあ、糖質を減らすすぎたりとかタンパク質食物繊維が足りてなかったりとか血食したりとかカロリーを減らしすぎっていうのはですね体脂肪の分解を妨げてしまう可能性があるっていうことを知っておいてください じゃあ次はです、ね、体脂肪と食事の実践法というところで5ステップに分けて解説します。 まず一つ目、維持カロリーの把握。さっきもお話したように、体脂肪を落とすためには、アンダーカロリーを作っていかないといけないわけですね。アンダーカロリーって何かっていうと、まあ消費しているカロリーよりも摂取カロリーを下げるっていうとこじゃないですか。この維持カロリーってのは何かっていうと、体重が維持されるカロリー。つまり、消費カロリーと摂取カロリーが釣り合ってるカロリーってことなんですね。で、わかりやすいのはですね、体重がもう何年も、1年も2年も変わってないっていう人が、大体1日の平均摂取カロリーを見てみると、この維持カロリーっていうのが出てきますよね。だから2から4週間ですね。 もちろん体重の1キロ前後のですね上限はあるにしても平均体重が変わらない平均摂取カロリーを出してみてくださいなんでこれを出さないといけないかっていうとさっきも言ったようにアンダーカロリーを作るためにじゃあどれぐらい食事量を減らしていいのかっていうのがわからないですよね例えばあなたの維持カロリーが1 8 0 0キロカロリーであれば1 7 0 0キロカロリー1 6 0 0キロカロリーっていう摂取カロリーにすればアンダーカロリーになる一方でもし維持カロリーが1 6 0 0カロリーが1 7 0 0カロリーだったら摂取カロリーを1600とか1700にしてもアンダーカロリーにならない ですよねなのでまずは今の体重が維持されるカロリー摂取カロリーってのをもうおおよそでいいので計算して出してみてくださいこれが第1ステップですで面倒くさいっていう人はですね私とかがそうなんですけど今ぐらいのこの感覚で食べてれば体重って維持されるようなっていうのがなんとなくわかるんですよそれぐらいで把握しても全然いけますで正直ダイエットしてない人はこの維持カロリーってのをなんとなく分かってるんですねあ自分っていうのは大体こういう食事をして間食これぐらいとってお腹具ぐらいがこれぐらい食べてれば体重増えないよねじゃあここから 少し減らしていけば体重減っていくよねっていうような感覚でやってるんですねそれができる人はそれでやっていいんですけどよくわからない数値化しないと嫌っていう人はですねもうおおよそでいいのでこの維持カロリーを出してくださいそして2つ目 PFC バランスを整える PFC バランスわかりますかねタンパク質脂質炭水化物いわゆる三大栄養素のバランスですねここをしっかりと整えましょうっていうことですこれなんで整えないといけないかっていうと食欲を安定させて代謝を下げないためなんですね食欲の安定と代謝の維持っていうのは摂取カロリーを 下げて消費カロリーを下げないっていう体脂肪を落とす基本になりますよねじゃあこの PFC バランスを整えることがなんで食欲の安定に繋がるかっていうとさっきもお話したようにまず 糖質とタンパク質っていうのは不足すすると食欲っっててていいうののが乱れてしまいます糖質っていうのは血糖値、まあ、血糖値っていうのはですね食欲を安定させる最も強力な要素になるので糖質不足っていうのは食欲を乱してしまうっていうのは分かると思いますタンパク質不足もさっき言ったようにコレストキニンっていうですね腸の中で作られるホルモンが不足してしまうので乱れてしまうというところですねそして代謝の維持に関してもさっきお話ししましたよね糖質が不足すると甲状腺ホルモンが少なくなってしまって代謝が下がってしまうっていう話をしたと思いますじゃあ具体的に PFC バランスどれぐらい にした方がいいのかっていうところなんですけどこれはですね一般的に言われているパーセンテージで大丈夫ですだいたいですねタンパク質が15から20%脂質が20から25%ちょっとダイエットよりです炭水化物が50から60%これぐらいを意識してくださいもうちょっと具体的な数値で出してくれよっていう人もいると思いますのでじゃあ総摂取カロリーが1800キロカロリーの人だとしたらタンパク質は68から90グラム1日ですね脂質が40から50グラム炭水化物が200 からこのイメージになりますもし 2000kcal ロロとかであればタンパク質が75から 100g 脂質が45から 55g 炭水化物が250から 300g となりますこのカロリー自体が多いっていうふうに思うかもしれないんですけどそれでもですねよく見てください炭水化物1日かからとかですよ結構やっぱり多いですよね注意してほしいのはですねダイエット中で多いのは タンパク質と炭水化物がが不足している人が多いですこの炭水化物っていうのはまあプラスでですね、食物繊維もあります。脂質はですね、割とですね、意識しなくてもある程度の量が取れるんですね。むしろ意識しないと過剰になってしまう人が多いんですよ。だからダイエット中ですね、ポイントになってくるのは脂質を抑えつつ、タンパク質と炭水化物の量を確保するっていうことなんです。よく見てくださいね。炭水化物、まあ、糖質量と考えて 225g って取れてますか多分取れてないと思うんですよ。けど、このバランスっていうのはですね、カロリーを 抑えつつ食事の満足感を高めめるためにすすごくですね重要なバランスにななってくるんですねなので維持カロリーをある程度把握した後はなんとなくでいいのでこの3大要素のバランスですね PFC のバランスっていうのを見てもらって大体いいタンパク質が15から20%脂質が20から25%炭水化物が50から60%にできてるかどうかっていうのを確認してみてくださいそして3つ目今お話ししましたけど食物繊維を意識食物繊維っていうのはですね細かい話をするといろいろな作用があるんですけど言って分かりやすい 食欲の安定ですよね食物繊維が不足していると胃の満腹感っていうのを得られなくなるのでカロリーをとってもなんかお腹いっぱいにならないなっていう感覚になるんですねただちょっと注意しないといけないのはですね中には食物繊維ばっかり取ってしまうっていう人もいるんですよ例えばその糖質を抑えて食物繊維だけたくさん取ってお腹を膨らませている野菜ばっかり摂ってるっていう人ですねそういう場合もですね実はお腹は満腹になるんだけど血糖値が上がらないから脳が満足できないっていう状態になってしまうんですよだからまずはこの PFC 三大栄養素を整えた上で ちゃんとと食物繊維も取りましょううっていうところですね例えばこの PFC バランスを維持していても食物繊維量が極端に少なかったりすると満腹感が得られずにもっと食べないと満足できないという状態になってしまったりするんですねなので3大要素のバランスを整えた後は食物繊維を意識してくださいっていうことです食物繊維はですね大体ですね1日1食です、ね、ですすすねねこれぐららいいいいを意識してもらえるとといいかなと思います食物繊維のこうグラム数イメージに関しては後からですね具体的な食材を上げてこれぐらいだったら何グラム取れますよっていうお話をしますのでそこで イメージしてもららえたいいいかなと思います特にですね野菜とかが全然取れてないっていう自覚がある人はですね食物繊維を意識するのが大事になりますそして4つ目3食,食べるこれもいいですよねさっきお話ししたようにまず朝食をとるっていうことが自律神経交感神経の働きを刺激してくれるので体脂肪の分解には必須なんですねしかも3食食べないとですねこの食物繊維の量が維持できなかったりとかタンパク質に至っては1食でたくさん食べても体の中に保持できないのでタンパク質不足となってしまうんですね タンパク質不足にになっっったた結果さっき言ったように食欲がが乱れてしまったたりとかすすするのででで結論ですね3食食べた方が一番無難なんですよ食欲も安定するし、栄養バランスも整いやすいし、自律神経の働きも悪くなりにくいので、基本的には朝、昼、晩3食取るっていうことをお勧めします。そして5つ目、ここまで整ってカロリー10%減です。いわゆるアンダーカロリーを作っていくっていうことですね。この PFC バランス、栄養バランスを整えたりとか、食物繊維を意識したりとか、3食取ることによって、やっぱ食欲が安定してくるんですね。で食欲 安定した状態でアンダーカロリーを作っていくのでカロリー10%減をやっていけるってことになります基本的にはこの PFC バランスを崩さないようにして全体10%落としていくもう考えるのが面倒な人は正直おかずを減らしていくと割とですね脂質が多いおかずを取ってると思うのでおかずをなんとなくこう10%減らすだけでもカロリーってある程度こう10%落ちてきますのでそれでも OK ですとにかくですね今維持しているカロリーを把握してそこから10%ぐらい落としていくそれ以上20%が落としていくとカロリーに落としすぎで体脂肪の分 ででで補えなないというう状況になってて代謝がが落ちてしまま可能性がありすすのでイメージで大体10%減ですこれもですね、超当たり前のことばっかりなんですけど、できてない人結構やっぱ多いですよね。注意するポイントとして、これらをやっていく中でですね、重視してほしいことがあって、それは何かっていうと、体調と食欲、ここをしっかりと見ていってほしいです。例えば、カロリー10%減しているときに、なんかどん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 食欲が強くなっている、甘いものに対する欲求が強くなっているとか、なんか疲れやすくなっているとか、なんか睡眠が浅くなったとか、体調不良が起こっている。このような場合はですね、今 は食事制限をする段階ではないと思ってください。例えば、どういう状態が考えられるかっていうと。カロリー10%減をした時に、体脂肪の分解が起こりにくくなっている。さっき言ったように、寝不足だったりとか、ストレスとかで自律神経が働かなくて、体脂肪の分解が起こらなかったら。その分をなんで補うかっていうと、代謝の低下って補ってくるわけですね。そしたら、何が起こるかっていうと、体が疲れやすくなったりするわけですよ。だったりとか、体脂肪の分解で補われないから、もっとカロリーを取れっていうところで、食欲を強めたりするわけです。どうしてもですね、ダイエット頑張ってると。 とにかく体重を落としたいかからななんか食欲強くなってる体調も悪くなってるんだけどもう頑張ってやるみたいな人多いんですけどそれやっちゃうと逆にですね過食になったりとか代謝がどん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 下がって大きくリバウンドしてしまうことにつながりますのでそうなるぐらいだったら今は体重を落とさずに維持しておいて生活が整った後に体重を落としていくっていう方が間違いなくいいですのでここも頭に入れておいてくださいじゃあ最後にですねこれらを踏まえた上で体脂肪を落としていく時に取り入れた方がいいそして取り入れやすい 食材ってのを紹介していきます。 体脂肪を落とととすすすおめ食材というところですねこれを食べたから体脂肪が落ちるっていうわけではないんですけど今までの話の中で不足しやすい栄養素っていうのを手軽にですね補うことができる食材を紹介しますのでぜひですねうまく取り入れていってもらえればと思います一つ目玄米麦ご飯これですねよく私がおすすめしてるのでまあ、聞き飽きたよっていう人もいると思うんですけど主食をですね玄米ご飯か麦ご飯にすることめちゃめちゃおすすめですなんでかっていうと主食によって食物繊維が取れるからです例えばまるちゃんのですね玄米麦ご飯パックの玄米麦 ご飯あるんですけどこれですね一食 160g で食物繊維が 4.5g 取れるんですね一食でだいたい 7g 取った方がいいっていうのを主食だけで 4.5g ムれるってめちゃめちゃでかいんですよねだったりとかアイリスオーヤマのもち麦ご飯玄米ではないもち麦ご飯も一食あたり 150g で 2.1g も食物繊維が取れることになるんですねなので普段野菜が全然取れてない食物繊維が足りてない食事の腹持ちが悪いっていう人はですねこの玄米麦ご飯別にですねパックじゃなくて自分で炊いてもいいんですよででもいいのでこのこ 米とか麦っていうですね主食で食物繊維を補うっていうことを意識してみるといいと思いますそして2つ目納豆というか大豆製品ですね当たり前っちゃ当たり前なんですけど大豆製品めちゃめちゃおすすめですなんでおすすめかっていうと脂質を抑えながらタンパク質と食物繊維が取れるからなんです例えば納豆って1パックで食物繊維どれぐらい取れるか知ってますかだいたいですね 3g ぐらい取れるんですよわかりますかさっきの玄米麦ご飯1食で 4.5g 納豆1パックで 3g それだけで1食に十分な食物繊維が取れてしまうんですね 具沢山味噌汁とか野菜とか取れなくても玄米麦ご飯と納豆1パックだけで食物繊維が補えるんですしかもタンパク質もですね納豆1パックで 8g とか取れるのでめちゃめちゃ優れもんですよねでも納豆が難しい人は別に豆腐とかでもいいと思うんですよあとは野菜に豆類を入れるでもいいんですとにかくですねこの大豆製品豆類っていうのはめちゃめちゃダイエット中におすすめなんです特にタンパク質タンパク質タンパク質ってなってお肉とかばっかり食べてる人はこの大豆製品不足しがちなんですねもちろん大豆製品も食べ過ぎるとお腹が張ったりとかガスがですね 溜まったりして問題を起こさないものではないですただし全く取り入れてない人は一食大豆製品を取り入れるだけでも体脂肪っていうのはかなり落ちやすくなりますのでぜひですね取り入れてない人はこの大豆製品取り入れるようにしてくださいそして3つ目ああ大豆製品とか言ってあれですけどおからまあ大豆製品ですねまあ同じですあのタンパク質と食物繊維が取れるし手軽に食べれるのでおからも体脂肪を落としたい人にはおすすめになります例えばこのウノ花っていうですねまあパックに入ってるおかずなんですけどこれもですね1パックで食材 食物繊維 3g ぐらい取れるんですね。めちゃめちゃいいですよね。手軽に食べれるし、ご飯に混ぜて食べれる。しかも納豆みたいに臭くないっていうのがポイントになります。納豆よりタンパク質は少ないんですけど、食物繊維を取るのにはおからはいいです。あとはですね、やっぱりダイエット中結構多いんですけど、おからパウダーを使って、おからクッキーとかですね、おから蒸しパンとか、おやつとしておからを使った商品を食べるとですね、それだけでタンパク質、食物繊維取れるし、カロリーも抑えられるので、さっき言った大豆製品と同じで、食べ過ぎは注意が必要なんですけど、ダイエット中にはかなりお おすすす。すめになりままそしててつ目ひひじじき。ひじきとかか食べてますかうちはですね結構ひじき食べることが多いんですけどこのひじきは何がいいかっていうと食物繊維が手軽に取れるっていうところですねまあひじきっていうとひじきにですね市販でパックで売ってあったりするんですけど市販のひじきにとかでもですね1パックでだいいいたから3ぐらぐ取れますよねそれをですねご飯に簡単に混ぜて食べることができるし例えばこう大豆とひじきの炊き込みご飯っていうのをするとタンパク質も食物繊維も取れますよねこのひじき何がおすすめかっていうとやっぱり使い勝手がいいっていうところです 市販のひじきに注意点があってですねそれは何かっていうと砂糖がめちゃめちゃ入ってるものが多いっていうところですなのでできる限りですね自分でひじきをうまく活用してさっき言ったように炊き込みご飯にしたりとかですねひじき煮を自分で作ったりとかして活用すると食物繊維を補うことにつながりますので是非このひじきっていうのもですねうまく取り入れてもらえるといいかなと思いますそして5つ目具だくさん卵味噌汁まあ何かっていうと野菜とかをたくさん入れた味噌汁それに卵を入れるっていうところですねこれでですね嫌いな人は嫌いなのでそういなな人人ははのそうもちょっとやめて あっていいんですけど、何がいいか？っていうともうわかると思うんですけど、食物繊維とタンパク質が一気に手軽に取れるっていうところですね。はい、例えばですけど、朝食でですね。タンパク質と食物繊維不足しがちな人が多いんですけど、前日の夜に具沢山の味噌汁を作っておいて、朝食で卵を入れて食べるとか、それだけでもですね。朝からご飯と具沢山卵味噌汁だけで炭水化物と食物繊維とタンパク質が手軽に取ることができるんですね。なので、具沢山味噌汁を今まで取っていて、ただタンパク質足りてなかったなっていう人はですね。この卵。 1個入れるだけでもですねタンパク質が6から 8g 追加できますのでぜひこの具沢山卵味噌汁っていうのもうまく取り入れてみてくださいそして6つ目蕎麦ですね蕎麦も定番ではあるんですけどそばって何がいいかっていうと主食なんですけどタンパク質と食物繊維が同時に取れるんですねで例えばですねセブンイレブンに2発そばとか売ってあるんですけど1食ですね400円でなんとタンパク質が 18.6g 食物繊維が 4.7g も取れるんですよもちろん蕎麦っていうのは小麦粉で作られているそばではなくて ちゃんとと粉がが使ってある 2, 蕎麦とか10割蕎の方がおすすすめです今はです、ね、コンビニとかにもですね二発そば売ってありますのでぜひですね嫌いでなければですねそばを見かけた時二発そばとか見かけた時はそれだけでですねタンパク質と食物繊維が補えますのでそばを活用してもらえればと思いますそして最後7つ目オートミールですねまあオートミールも定番ではありますけどダイエット中おすすめの食材にはなりますなぜかっていうとオートミールもですね穀物なのにタンパク質と食物繊維が同時に取れるっていう蕎麦と同じような特徴があるんですオートミール だいたい1食ですね乾燥で 30g って言われてるんですけど 30g の中にタンパク質がだいたい 4.3g 食物繊維が 3.3g 入ってますなので主食としてオートミールを使うだけでタンパク質と食物繊維が取れるっていうメリットがあるんですねただし注意点があってですねこのオートミールの1食って糖質とカロリー量が極端に少ないんですね例えばご飯1食 だいたいですね茶碗一杯でカロリーが230とか250キロカロリーあるのに対してオートミール 30g だとカロリーが110キロカロリーで糖質もですねご飯の半分以下ぐらいしかないんですね1食でだからあんまりお腹が空いてない時の主食とかおやつの材料としては優れてるんですけど例えば1日のうち2食3食をオートミールで主食で食べるとかそういうことをしてしまうとカロリーの抑えすぎ糖質の少なすぎっていうところの問題が起こりますのでその辺にはですね注意してもらえればと思います他にもですねいいろろ おすすめの食材ってあるんですけど手軽に誰でも取り入れやすいってなるとですねこの辺の食材かなりおすすめかなと思いますちなみにですね今回紹介した食事のポイントを網羅したレシピやその他のですね紙食材を概要欄にある公式 LINE 登録いただけると無料で見ることができます他にもですねこういう食材を使っていくと PFC バランスはこう動きやすいよとかですね具体的な食事メニューの栄養バランス使っている食材などもですね紹介した情報もお渡ししていますのでまだ登録されてない方はぜひ登録してみてください はいでは今回のまとめです。体脂肪だけを狙って落とす食事法というところでですね。まあ一言で言うと体脂肪の分解だけで補えるぐらいのカロリー制限をしましょうっていうお話でしたね。そのためにはまずはアンダーカロリーにしないといけないっていうのが基本にあります。ただアンダーカロリーでもカロリーを制限しすぎると体脂肪の分解では補えないので代謝が下がってしまいますよっていう話もしました。また糖質が不足してしまうと糖質不足によって甲状腺ホルモンが少なくなって代謝が下がるので糖質の減らしすぎにも注意しましょう。そして体脂肪を落としていくため にはまずは体重を維持する維持カロリーっていうのを把握した上で栄養バランスを整えて血食することなく食事をして10%のカロリー制限をしていけば体脂肪が落ちやすくなるっていうお話をしましたねそうした体脂肪を落とすための食事を達成するためにこの7つの食材をうまく活用していくといいですよって話を最後にしましたもしですね体脂肪を狙って落としていきたいっていう方はですねもちろん運動とかも取り入れていくのも大事なんですけど今日お話した食事っていうのがですね基本になりますのでぜひ参考にして体脂肪を落とすダイエットを成功 させてもらえばと思います今回の内容は以上になります今回の動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしますではまた